農夫が小麦の一種シリゴを刈り入れする様子。健康全書、15世紀中世料理は、およそ5世紀から16世紀の中世ヨーロッパの多様な文化における食品、食習慣、調理法。この時期に食生活と調理法は、ヨーロッパ各地で変化し、近代ヨーロッパ料理の基礎を成した。中世初期に、パンのほかポリッジやパスタなど、穀物の加工食品が階層を問わず、主食となった。野菜は、穀類主体の食事の中で栄養を補う意味で、重要だった。食肉は、穀物や野菜より高価だったため高級品で、貴族の方が多く口にしていた。よく使われる肉は、豚と鶏であり、牧畜に投資が必要な牛肉は、一般的ではなかった。北方民族の間では、大西洋ダラや大西洋ニシンがごく一般的に食されていたが、その他各種の海水魚や淡水魚も食卓に上った。当時の輸送手段は、速度が遅く、保存技術も未発達だったため、食品の長距離の交易は非常にコストがかかった。このため、富裕層の料理は貧困層の料理と比較すると、輸入品が多く異国の香りが漂うものであった。社会の各階級は、それぞれの上位の階級を模倣したため、国際貿易や戦争による革新が、徐々に中世都市の中産層に浸透した。香辛料のような贅沢品を買う財力があっても、階級によっては特定の食品の消費が違法とされた。貴族ではない信仰の富裕層には、浪費を制限する、奢侈禁止法が発令されることもあった。また労働者階級の料理を洗練させない、社会的規制も働いたが、その理由は、人の労働と食事の間には、必然的に類似性が介在すると信じられていたためであり、その結果労働者階級は安価な粗食に甘んじていた。高級料理のようなものが中世後期に発達すると、それがヨーロッパ中の貴族の料理の基準となった。一般的な調味料は、柑橘果汁、ワイン、酢と黒胡椒、サフラン、生姜の組み合わせで普及していた蜂蜜や砂糖とともに、いろいろな料理に甘酸っぱい味付けをするのに使用された。アーモンドは、スープシチューソースを濃厚にする材料として、特にアーモンドミルクの形で使用された。ベリー以降、ジャン一世が豪勢な食事を楽しんでいる。暖炉の前のテーブルにつき、給仕を受けているのが、ジャン一世。ベリー以降のいとも豪華なる、自当書より、1410年。中世ヨーロッパでは、昼のディナーと晩のやや軽いサパーという1日2食が普通だった。この2食制は中世後期を通じて変わらなかった。間食を取ることも珍しくなかったが、肉体労働をしなくても良い上流階級にとっては必要性が薄かったので間食を食べないことがむしろ社会的ステータスにつながっていた。モラリストは、宵越しの断食明けに食事をあまり早く取ることを良しとせず、教会関係者や上流階級はこれを避けた。だが、現実的事情から、ほとんどの労働者、子供、女性、高齢者、病人はブレックファストを取った。教会は、習慣的暴飲暴食ほか肉体の持つ弱点を克服するよう教えを広めていたため、人はこのブレックファストを取る時の意志力の弱さを後ろめたく思いがちであった。多量の種類を伴う贅沢な晩餐や深夜のレアサパーズは非道徳的とみなされた。酒はことに賭博、暴言、泥酔、淫行などの不道徳と関連づけられた。教会は軽食と間食を嫌ったが一般的であり、労働者が間食物を買うために雇用主から手当をもらうのはごく普通のことだった。中世は社会の隅々まで浸透していた厳格な集団主義から離脱しようとする潮流が徐々に勢いを増した時期である。中世の食事は生活の他のあらゆる局面同様に共同体の行事であった。家族は召使いともども食卓を囲むのが理想であった。指示を楽しむために集団からこっそり抜け出すことは、人が互いに依存し合う世界においては高慢で、不適切なうぬぼれとみなされた。13世紀英国のロバート・グロステスト司教は、リンカーン伯爵夫人に、こう助言したという、伯爵と奥方の名誉を台無しにしないためにも広間を抜け出し個室でこっそりディナーやサパーを取るような真似は、慎みなさい。また召使いが食べ残しを記者せずにこっそり持ち出し、レアサパーズを楽しむことのないよう監視すべきとも助言した。特別な機会の食卓のエチケットに触れた記述は複数残っているが、エリート層の日常の食事の詳細や一般大衆、貧困層のテーブルマナーはあまり知られていない。とはいえコース料理、ふんだんなスパイス、芳香水入りの腸酢などがあったとは想像しがたい。富裕層にとっては話は別である。食前やコースの合間には、フィンガーボールとリンネルのタオルが供され、手を洗うゲストには、清潔さが強調された。しとやかで繊細かつ純潔であれというステレオタイプが、社会的規制として働き、女性が、精進的祝祭を楽しむには障害となったため、祝祭の際宴席の主人の妻は、従者と共に、別室で食事をすることが多かった。主人の妻は満腹になってから宴席に戻ればよかった。おしなべて豪勢な食卓は男性に独占され、妻や次女を同伴するのはゲストの中でも最も格上の者に限られた。下位の階級の者が上位の階級を助け、若年者が年長者を手伝い、女性が女性らしくない流儀で料理を扱って服を汚したり悪評を得ずに済むよう男性が骨をしみ、しないなどといったエチケットにより、社会の階級性は強化された。主賓席に座る者以外による回し飲みは、豪華な宴席でもよく見られたが、同席の者にパンを分け与え肉を切り分ける、標準的エチケットと同種のものであったと見てよい。料理は皿か鍋で食卓に供され、各自は自分の取り分をスプーンを使うか、素手のままで皿から取り、古くなった、パン、木皿、ピューターの皿などに乗せる。下層階級の家庭では食卓に料理を直に置いて、食べるのも普通であった。食卓ではナイフが使われたが、各自が持参するものと目されており、特別に歓待されるゲストのみ、専用のナイフが与えられた。ゲストの階級が特別に高いか主人と実婚の間柄である場合を除き、ナイフは1本を2人以上で共用した。食事用のフォークは、近代初期以前のヨーロッパではあまり使用されておらず、当初はイタリアだけで使用されていた。とはいえ、そのイタリアでも、あらゆる社会階級で、フォークが普及するのは14世紀のことである。この変化の契機を11世紀末、ビザンチン帝国のテオドラ・ドゥーカイナ・コムネナ王女のテーブルマナーへの反応に見ることができよう。王女は、ベネツィア総督、ドメニコ・セルボの言い名付けであったが、実直な性格のベネツィア人は、この件で動揺していた。宦官の従者が、王女の料理を切り分けその一切れ一切れを、金のフォークで口に運ぶという異邦人の流儀を、目の前にして、同席した者たちはショックを受け同点したが、オスティア司教は後に、王女の洗練されたマナーを傲慢だとして、王女が、対抗性の病で亡くなった時には、ベネツィア総督の妻の体は、目に余る斜視を持って扱われたために腐りきっていたと、評した。ジェフリー・チョーサーの、カンタベリー物語より、料理人が左手に、食肉搬送用の長いフックを持っている。これは、中世において料理人用の道具として、一般的なものだった。あらゆる料理は加熱処理された。コンロが出現するのは18世紀になってからであり、それ以前の調理人は直火での調理法に頭を痛めていた。オーブンは使用されていたが、設備に出費がかさむためかなりの大家族かパン屋にあるだけだった。共同体にとり、一般的だったのは、一つのオーブンを共同で所有し、誰にとっても重要なパン焼きを共同体の作業と位置づけることだった。移動可能なように設計されたダッチオーブンもあり、食物で一杯にしてから赤く焼けた石炭に埋めて加熱された。これより大きなものになると下に車輪をつけ、中世の街角でパイ売りが使用した。だが、多くの人々は、簡素なシチューポットで調理を済ませることばかりであった。というのもこれが焚き木を、最も効率よく、使え、かつ、煮汁を無駄にしない方法だったからで、ポタージュやシチューが最も一般的な料理だった。多くの証拠によれば、中世の料理は脂質を購入できる限りにおいて、極めて高脂質であった。中世は過重労働や飢饉が横行していたため、肥満体が施行された時代であり、痩せていたのは、貧民、病人、経験な苦行者だけだった。中世の中東料理と、同じく、肉、魚、卵と果実が常に組み合わされた。イングランド王リチャード2世付の料理長が残したレシピ集、フォーム・オブ・カリーにある魚のパイのレシピを見ると、イチジクレーズリンゴ西洋なしインシチチアスモモと、魚がパイ側の中で混然としている。さらに重要なのは、この料理が現代の医学や食事療法学の観点からもバランスが取れていることである。この意味は、素材、調味料、スパイスを適切な組み合わせで混ぜか準備し、その料理において、本来の持ち味を引き出したに違いないということだ。例えば、魚は冷湿性なので熱く乾燥したスパイスを、調味に用いて、揚げ物オーブン焼きなどの調理法で加熱、乾燥させるのが一番であると考えられた。また牛肉は、熱完成のため煮るべきであり、豚肉は、熱湿性なので常に炙り焼きにすべきである。などである。レシピ集の中には代替の素材を選んだものもあるが、そこでは味よりも体液の性質に重点を置いている。カリンのパイのあるレシピではキャベツでも代用でき、別のレシピでは梨を株で代用できるとされた。食べられる練り込みパイ生地がレシピに出現するのは15世紀である。それ以前に存在していたハフペーストは、小麦粉と脂身を熱湯でこねた生地で包んだパイだが、焼き上がると、外側が大変硬くなるため、中身だけを食べて、肉汁の染み込んだ外側は食事の後で召使いに与えた。残存しているレシピ集によれば、中世後期には、美食術が急速に発達した様子を見ることができる。練り込みパイや卵白を使った透明なゼリーなどの新しい技術は14世紀後期に現れ始め、レシピも熟練した料理人の備忘録としてのメモから詳細にわたる指南書となり始める。鶏を長い棒に刺して炙り焼きにしている。棒の下にあるのは落ちた肉汁を集めるための容器。肉汁は肉をしっとりさせるために肉にかけ直したり、グレービーソースとして使う。デカメロンより、フランドル、1432年。ほとんどの家庭では、熱を無駄なく使える、要居住空間の中央にしつらえた露辺で調理した。そして厨房と食堂が一つながりになったのが、富裕な家庭も含め中世を通じて、最も普及していた配置である。中世後期に入ると厨房が分離して、発達し始める。まず暖炉が、広間の壁際に移り、次に、厨房専用の建屋ができ、母屋と分離している場合には、屋根付きの回廊が作られた。このようにして、煙、臭気、厨房の喧騒は、来客の視野から消え、火事の危険も減少した。貧困層の家庭には高すぎて手が出ないにせよ、フライパン、鍋、やかん、ワッフル焼き型など、今日見られる、台所用品の基本型は、この時期には存在していた。直火での調理に特化した道具としては、小さなうずらから大きなお牛まで丸ごと串刺しにできる、大きさも材料も様々な焼き串がある。またポットや大鍋を簡単に火からおろし焦げ付きや、空炊きを防ぐことができる、調節可能なフック付けのクレーンもあった。調理具は直火に当てるか五徳に置かれ置き火に当てられた。調理補助には、各種のナイフ一式、攪拌用スプーン、杓子、おろし金があった。中世のレシピでは加熱調理の前後に食品を細かく刻み、潰し、こし、味付けすることが多いので、富裕層の家庭では、臼や古い布がよく見られた。これは食品をきめ細かくするほど、栄養分を効果的に吸収できると当時の内科医が信じていたことに端を発する。またこれは、腕のいい料理人にとり自慢の腕を振るう格好の機会でもあった。舌触りのキメが細かい食品は、富と不可分でもあった。例えば小麦粉は細かくひくほど高価だったため、庶民のパンは全粒粉から作られ、茶色で、キメが荒かった。動物の皮を剥ぎ血抜きをして、肉を引き、その肉に、スパイスや調味料を混ぜ元の皮に戻すか、または全く違う動物の形を作り上げるなどもよく、あることだった。高位の貴族や、宮廷の厨房スタッフは、数百人を数えることもあった。調達執事、パン職人、ウェファー職人、ソース係、食料小判、屠殺係、切り分け係、給仕、搾乳婦、食堂執事、その他数えきれないほどの厨房の下働きがいた。平均的な農夫の家庭の燃料は、近くの林で集めた焚き木で間に合うが、このように、大規模な厨房では少なくとも数百人分の食事を、毎日2度用意するための補給に取り組まねばならない。サボイア公爵アメデーオ8世のシェフ長シカールが、残した15世紀の料理本、デュ・フェド・キュイジーヌには、2日間の宴席の準備にかかる、目安が記されている。シカールによれば、シェフ長は少なくとも、荷車1000台分の、よく乾いた質の良い焚き木と、大きな倉庫1杯の石炭を用意しておくべきらしい。19世紀前半に、缶詰製造が考案されるまで、食物の保存法は、基本的に古代とあまり違いがなかった。最も単純で普及していたのは食物を熱や風にさらして水分を除去する方法で腐敗の原因になる様々な高脂性の微生物の活動を劇的に抑制することができ、穀物から食肉まで風味が落ちることに目をつぶれば、賞味期間はかなり伸びた。南ヨーロッパの温暖な環境では食品を直射日光に当てるのが一般的だが、北方の冷涼な気候では、干物の作り方として、一般的な強風にさらす方法のほか、暖かいオーブン、地下室、屋根裏、生活空間も活用された。食物の長期保存には、燻蒸、塩漬けピクルス、砂糖漬け、発酵など、食品を化学変化させる方法も使われた。このような方法は、作業時間が短くて済み、独特の風味が加わるなどの長所があった。秋に屠殺した家畜の肉を塩漬けや燻製にするのは、冬の間必要以上の家畜に与える餌を節約するための一般家庭の戦略だった。バターには腐敗しないよう多量の塩を添加した。野菜、鶏卵、魚を塩水と酸性の液体を入れた瓶につけて密栓し、ピクルスにすることも多かった。その他、コンフィなど砂糖、蜂蜜、油脂を使って加熱調理し食品の周囲に皮膜を作って保存する方法があった。バクテリアや菌類による発酵もいろいろな方法でよく利用された。穀物、果実、ブドウはアルコール飲料にして腐敗を防ぎ、乳は発酵させ保存処理をして様々なチーズやバターミルクにした。パン職人とその上手。丸い形のパンが最も一般的であった。我らの日用の糧という言葉は、中世においては揺るがぬ現実であった。西暦500年頃から1300年頃の間に、ヨーロッパのほとんどの地域で、食事の内容に大きな変化が起こった。より労働集約的な農業と増え続ける、作付け面積は、人口の大多数の食事の中で、肉や、乳製品の重要性が低下し、様々な穀類と野菜の重要性が増すことを意味した。14世紀以前には、下層階級には、パン食はあまり普及しておらず、小麦の栽培が困難な北ヨーロッパで、特に顕著だった。15世紀に、パン食が次第に普及し、ポリッジやグリュエルにとって変わった。イーストで発酵させたパンは、南の小麦の産地で、より一般的で、北や高地では、大麦、ライ麦や、塩爆の種なしパンが多かった。フラットブレッドは、兵士の野戦糧食としてもよく用いられた。最も一般的な穀物はライ麦、大麦、そば、きび、塩爆だった。中世のほぼ全期間を通じて、米はかなり高価な輸入品であり、末期になって、ようやく、イタリア北部で栽培されたに過ぎない。小麦は、ヨーロッパ全土で見られ穀物の中で、最も栄養価が高いと思われていたものの、高級品とされ、価格も高かった。現代ヨーロッパ人に、最も馴染み深い細かいふるいにかけられた、精白小麦粉は、中世では、上流階級のパン用に取り置かれ、階級が下がるほど粒は粗く、色が濃く、襖の含有量の高いパンを食べていた。穀物が、不作の年や、飢饉の時には、普段あまり好まれないヨーロッパ繰り干した豆類、どんぐりシダや、種類も栄養価もまちまちな野菜類など安価な、代替品で穀物の不足分を補ったらしい。盛大な宴や軽食を問わず中世の食卓で、よく見られる一品に、ワインスープ、ブイヨン、ソースなどの液体にパン片を浸した、ソップがあった。その他中世のディナーの食卓でよく出されるものに、フルーメンティがあったが、これは肉汁とスパイスで小麦を煮た濃厚なポリッジである。ポリッジは、色々な穀物を材料にして作られたが、乳で煮て、砂糖で甘くしたものは、デザートや病人食として供されたらしい。肉、卵、野菜、果実を詰めたパイのほか、ターンオーバーフリッタードーナツや色々なペーストリーは、ヨーロッパ全土で見られた。中世後期には、ビスケットやウェファースが高級なデザートとなり、様々な種類が作られた。パン粉や小麦粉は、スープやシチューにとろみをつけるのに使われ、時には、アーモンドミルクと併用されることもあった。パンの重量規制に違反したパン職人が捕まえられ、罰せられている様子。パンが、日々の主食として重要であったため、パン職人は、中世の共同体社会で重要な役割を演じることになった。パン職人のギルドは都市ギルドの中でも初期に結成された。その結果パンの価格を安定させるための法規制が制定された。イングランドで1266年に制定されたパンとビールの法定価格ではパン1回のサイズ、重量、価格が大きな表で一覧にされ、穀物価格に応じた規制がされた。後にロンドンパン職人組合の陳情が功を奏して、薪木、塩辛、妻、家屋、犬に至るまでを経費として計上できるようになり、表の中で決められていたパン職人の利ざやは大きくなった。パンが中世食生活の中心に位置していたために、共同体社会にこのような貴重な商品を供給することで信用を得ていた者がペテンを働くと重大な違反とみなされた。パン生地を安価な材料で水増ししたり重量を偽ったパン職人には厳しい罰則が待っていた。このため、ペテンと思われないように12の価格で13を与えるというパン屋の1ダースという単位の使用が始まった。パンには食用以外の色々な用途があった。一例としてはディナーの食卓で使う白目などの金属器や木皿があるが、近代初期まで富裕層の家庭では、粗挽き小麦を材料にして成形したパンを焼き、古くなるのを待って、トレンチャーという食器として使った。食卓で隣席の者にナイフを手渡す、際ナイフについたカスを拭き取るためにも使い、共用の塩壺から塩を釣り出す際にも使われた。食卓についた行為の者たちの厳しい視線を逃れるようにしながら、熱くなった。金属製の皿を安全に取り扱うため給仕が、こっそり手のひらにパンを忍ばせたこともあり得る。キャベツの収穫の様子。健康全書、15世紀。主食になることが多い穀物の他に、キャベツ、テーブルビート、玉ねぎ、ニンニク、人参など野菜は、素材としてよく使われた。農民や労働者は、毎日のように野菜を食べたが、野菜は食肉ほど高級品ではなかった。中世後期になると贅沢品を購入する資力があるものを対象にした料理本が現れたが、野菜を主材料とするレシピは少なかった。ポタージュのような日常の野菜料理が料理本に欠けているのは、それらが王侯貴族の食卓に上らなかったのではなく、記録に値しない、取るに足らない料理と考えられたためだと解釈されている。中世には、いろいろな品種の人参が入手でき、中には、風味の良い赤紫色のものや、より低級とされた黄緑色のものもあった。ひよこ豆、そら豆、エンドウ豆など、各種豆類も普及しており、下層階級のタンパク質の供給源として、貴重だった。上流階級に仕える医師たちが、エンドウ豆以外の豆の摂取を進めなかったのは、豆類には誇張を起こしやすい傾向があるのに加え、農民の粗末な食物と考えられたことが、その理由であろう。農民の多くがザワークラウトを1日に3度も4度も食べていたという16世紀ドイツの記録から、一般大衆にとって野菜がいかに重要であったのかを見て取ることができる。果実は人気があり、新鮮なものやドライフルーツ、砂糖漬けジャムに加工して食用に供されたほか、いろいろな肉料理の材料としてもよく使われた。砂糖、蜂蜜が高価だったことから、袖の下や甘い汁を要求する際の料理には、各種の果実を入れるのが普通だった。ヨーロッパ南部の代表的な果実には、レモン、シトロン、ダイダイ、ザクロ、カリン、ブドウがあった。北部では、リンゴ、西洋梨、プラム、イチゴがよく出回っていた。イチジクとナツメヤシはヨーロッパ全土で食べられていたが、北部では高価な輸入品という位置づけだった。近代以後のヨーロッパ料理でよく使われているジャガイモ、インゲン豆、カカオ、バニラ、トマト、唐辛子、トウモロコシなどは、ヨーロッパ人がアメリカ大陸からこれらを持ち帰った15世紀後半までは手に入らず、しかもその後新しい食材として、社会の多数者に受け入れられるまでにはさらに長い時間がかかった。豚の屠殺狩猟の獲物の肉は何であれ、これを入手できる者には人気があったが、食肉のほとんどは家畜に由来した。牛肉や豚肉は好んで摂取された。その理由は、ヨーロッパの気候が日本とは違うため、畜牛の飼育を労働集約的で、牧草や飼料に依存する必要がなく、また牛は、飼育動物としてや乳の生産のための価値の方が高かったために、今日のように部位を限定した摂取は大衆には求めるべくもなく、牛の頭なども丸ごと煮込まれ、妙齢の女性たちも、何ら気にすることなく目玉や耳等に舌鼓を打った。家畜化された豚はしばしば市中をも走り回り、どんな残飯でも餌にできた。また小豚はごちそうとして引っ張りだこだった。毛織物産業の集積地を中心に、マトンやラムが普及しており、偽って、子牛肉として使われた。今日の西洋世界とは違い、中世社会では耳、尾、舌、子宮に至るまで、動物の全身を食べ尽くした。腸、膀胱、胃は、ソーセージのケーシングに使われたり、巨大な卵など、架空の食材として使われたらしい。ハリネズミやヤマアラシは今日では稀になり、食用にできないと見られているが、中世後期のレシピ集には、時々見られる。いずれもその英語名に見るとおり、小型の豚とみなされていた。アナウサギは、希少価値の高いものだった。イングランドでは13世紀に、人為的に移入され、定着した群れは手厚く保護された。もっと南では、飼いウサギが、よく飼育され、肉と毛皮を取るために繁殖が行われた。教会は、生まれたての子ウサギを、魚とみなしたので、四旬節中にも食べられるウサギは、修道院で特に重宝された。カオジロガン、白鳥、クジャク、ウズラ、イワシャコ、コウノトリ、ツルヒバリをはじめ狩猟の獲物になった鳥は何でも、食べられた。白鳥とクジャクはよく飼育されたが、これを食べたのは、支配層だけであり、また肉よりむしろその美しい外観が称賛され、息を飲むようなアントルメの装飾に使われた。今日と同じくガチョウやアヒルは飼育されていたものの、鶏ほどには好まれなかった。興味深いことに、英語でバーナクルグースと呼ばれるカオジロガンは当時、産卵によらずフジツボの中で繁殖、成長すると信じられており、このために肉類を断つ時や四旬節期間中の食材として好ましいと思われていた。肉は植物性の食品よりも高価だった。肉はパンの4倍高価だったと言われ、沿岸部の住民にとって高価な食材だった。このため、肉や乳、卵などを買うことができない者にとって、時の期間の食生活はひときわ貧しいものとなり得た。肉が貧困層にも普及するのは、ヨーロッパで黒死病が蔓延し人口が半減した後のことである。人口集積地帯での人口激減は、労働力不足を招き、賃金は急上昇した。また広大な農地が放置されたため牧草地への転用が可能となり、市場により多くの肉が出回るようになった。小川でヤツメウナギを捕まえている様子。健康全書、15世紀。海産物は他の動物の肉ほど高級な扱いではなく、単に時の火の肉の代替品と見られることもよくあったが、海岸地帯の住民にとっては重要な食物であった。中世人にとって、魚とは陸生動物ではないものの総称であった。ここには、海洋の哺乳類である、クジライルカや、鱗状の尾を持ち潜水時間が長いビーバー、渡りの経路や、繁殖地がわからないカオジロガンなどが含まれ、獣肉を避けるべき時の火にも適切な食材とみなされた。極めて重要だったのは大西洋やバルト海のニシンタラ漁とその交易だった。ニシンは北ヨーロッパのほぼ全域で経済に比類ない意味を持っており、北ドイツの強力な交易ギルドであるハンザ同盟が取り扱う交易商品としても主要な位置を占めていた。北海産のニシンの燻製は遠くコンスタンティノープルの市場にも出回った。魚は新鮮なまま食されたほか、塩漬けや乾燥させることが多く、燻製はこれに次いで多かった。タラを2枚におろして、竿に固定し乾燥させた干物は、木槌で叩いてから水に浸すなど下ごしらえに時間がかかった。カキ、紫貝、ホタテ貝など、各種の軟体動物は、海岸や川沿いの住民に食された。中央、ヨーロッパなど内陸地方の住民にとって、魚は肉よりはるかに高価で、なかなか手が出るものではなかった。カワカマスコイブリームパーチ類、ヤツメウナギマスのような淡水魚はよく食された。ワインを盗み飲みする、修道士。中世には、衛生上の懸念や、医師の助言、飲み物の中で、相対的に低い位置づけにより水はあまり好まれず、むしろアルコール飲料が好まれた。アルコール飲料は栄養価が高く、水よりも消化の助けになると見られており、アルコールの含有による腐敗しにくさも利点の一つだった。ワインはブドウが植えられたフランスのほぼ全域と地中海西岸地方で日々消費されていた。北部ではまだ購買力があるブルジョワジーと貴族が好む飲料にとどまり、農民や労働者には手が届かなかった。大陸北部で一般的な飲料はビールやエールだった。この飲料はホップの導入前にはことに保存が困難で作りたてを飲んだ。当時のビールは現代の同等品より不透明でアルコール含有量が少なかったらしい。父は普通バターミルクやホエーとして引用したが、貧しい者や病人以外の成人は飲まず、幼児や高齢者に与えられた。劣化を防ぐ技術がなかったために、新鮮な乳は他の乳製品ほど普及しなかった。果実と液化の果汁はワイン同様古代ローマ以来知られており、中世でも消費されていた。ペリー、ザクロクワの実。ブラックベリーを原料に作ったワイン、シードルなどはリンゴや西洋梨が豊富な北部地方では人気があった。中世の飲料のうち野生のプラムから作ったプルネレ、桑の実のジン、ブラックベリーのワインは今日でも飲まれている。中世のレシピにはアルコール入りアルコール抜きのものを含めいろいろなミードが載っている。しかし、蜂蜜を使った飲料は中世後期になると食卓ではあまり飲まれなくなり、やがて病人の水薬の扱いになった。馬やラクダの発酵乳であるクミスは、ヨーロッパでも知られてはいたが、ミード同様医者が処方する薬であった。ミードは、スラブ人が日常的に飲む飲料として紹介されてきた。これは、必ずしも正しいとは言えないが、重要な機会において、ミードが、象徴的な価値を帯びていたという点では当たっている。条約締結や国家行事の際に、ミードが儀礼用贈答物として贈られた。また婚礼や、洗礼の宴にもよく登場したが、高価なため量は限られていた。中世のポーランドでは、ミードは、香辛料やワインのような高級輸入品と同様の扱いを受けた。ワインを保存している様子。ワインは最も高級で健康に良い飲料と考えられ、よく飲まれた。ガレノスの食事療法によればワインは、熱と乾の属性を持つと見られ、この性質はワインを水で希釈すると中和されると考えられた。霊及び質の属性を持つとされた水やビールと違い、適度なワインの摂取は消化を促進し、良質の血液を酸性式分を明朗にすると信じられた。ワインの質はヴィンテージブドウの品種、圧搾の回数によってかなり異なった。一作目のものは最も質がよく高価で、上流社会向けとされ、二作目、三作目となるにつれ質が落ちアルコール含有量も少なくなった。一般大衆は、通常二作目か三作目の安物のロゼや白ワインを飲んだが、これはよほど大量に飲まないと泥酔しないものだった。最も貧しい者は、水で希釈した酢を飲むほかないことが多かった。高級赤ワインの熟成には特別の知識、高価な貯蔵室と設備が必要で、そのため熟成後には一層高価になった。劣化の兆候を見せたワインを救済する方法について、記した数多くの中世の文書の助言から判断すると、保存は大問題だったに違いない。ワインから作られる酢はよく使われる調味料ではあったが、使用量には限度があるからである。14世紀のギヨーム・ティレルによる料理本、ル・ビアンディエには、ワインを劣化から救済する方法が複数、記されている。補充を欠かさず、ワイン損を常に一杯にしておくか、煮て乾かした、白ぶどうの種子と白ワインの搾りかすを燃やした灰の混合物を加えるといったもので、後者は化学反応が理解されていなかったにもかかわらず、効果的な殺菌法だった。香辛料や砂糖、卵黄などを添加したワインは富裕層に好まれただけでなく、医師も健康に良いと考えていた。ワインには食物を体の隅々に行き渡らせる働きがあり、またエキゾチックな香りの香辛料の添加はこれをさらに促進すると考えられた。グリューワインは普通の赤ワインに、生姜カルダモン、胡椒、ナツメグ、クローブなどの香辛料を、混ぜ合わせ砂糖を加えて作られた。香辛料を小さな袋に入れて、ワインにつけるか、これにワイン液をかけて作る飲料がヒポクラスやクラレットだった。14世紀には、香辛料商人から袋入りの香辛料セットを購入することができた。ワインはヨーロッパの食卓で最も好まれた飲料だったが、ブドウを栽培しない北部地方ではこの限りではなかった。南から輸入したワインを買うことができるものは飲んだが、この地域では中世終わりまで貴族でもビールかエールを飲むのが普通だった。イングランド・オランダ周辺の低地帯、北ドイツ・ポーランド・スカンディナビアでは、社会階級や年齢を問わず日常的にビールが飲まれた。だが、イスラム世界や地中海文化世界からの医学の強い影響の下では、ビールはしばしば冷遇された。中世人の多くにとって、ワイン、レモン、オリーブオイルのような一般的な南ヨーロッパの飲料や食材と比べるとビールは庶民的な酒だった。ラクダの乳やガゼルの肉のような異国的な食品の方がまだしも好評を得ることが多かった。中世人にとってビールは何かの代わりに飲むものに過ぎず、好ましくない性質がいろいろあるとされた。1256年にシエナの医師、アルド・ブランディノは、ビールを次のように描写した。ビールによる酔いはワインによるものより長く続くと思われていた。だがワインに、つきものの、喉の渇きは生まないことも認められていた。ビールは、北、ヨーロッパほどではないが、フランス北部やイタリア本土でも消費されていた。ノルマン人の征服やフランスとイングランドを旅する、貴族がもたらしたものであろうが、14世紀の料理本、ル・メナジエ・ド・パリに記された、フランス版の変種は、ゴダールと呼ばれ、大麦、スペルト小麦を材料に、ホップ抜きで作られていた。イングランドでも加熱した乳と冷えたエールから作った、ポセットエールやヒポクラスのように香辛料を加えた、ブラコット、または、ブラゴットなどの変種があった。カロリング朝時代にはホップで香味をつけたビールが知られていたらしいが、適切な配合比を求めるのが難しく急速には広まらなかった。ホップが発見される前は種々のハーブを混合したグルートが使われた。グルートにはホップのような保存能力はなく、ビールが劣化する前に急いで消費する必要があった。香味漬けにはアルコール含有量を増す方法もあったが、高価になる上急速に悪酔いするという好ましからざる性質が加わった。中世初期のビール醸造は主に修道院でなされ、各家庭でも小規模に行われた。中世も半ばになると、北ドイツで産声を上げたばかりの中世都市で醸造所が生産を担うようになった。醸造所は、多くが従業員数8人から10人程度の小規模な家族経営であったが、生産の継続により設備更新の投資が可能になり、経験の蓄積により新しいレシピや醸造技術が備わった。このような創業形態は後に14世紀オランダへと広がり、ついでフランドルやブラバントに普及し、15世紀にはイングランドに伝わった。中世終期になるとホップ入りビールが大変人気を集めた。イングランドやオランダフランドルなどでの一人当たり年間消費量はおよそ275から300リットルで、低アルコールのものは朝食時に、高アルコールのものは遅い時刻に、と事実上毎食消費された。ホップの特性が完全に引き出されるとビールは6ヶ月以上も保存できるようになり、大量に輸出することが可能になった。古代ギリシャや古代ローマでもその技術は知られていたが、アラブ人が水冷のガラス製蒸留器を使って、これを革新した12世紀頃まで大規模には行われなかった。中世の学者は、蒸留法が液体のエッセンスを抽出すると考えており、アクアビータエは17世紀まで、あらゆる蒸留物一般を指す用語だった。様々な蒸留物の初期の使用法は、アルコールを含有するか否かを問わず多岐にわたったが、まず多いのが料理と医療目的であった。ブドウのシロップに砂糖と香辛料を混合したものは、様々な疾患に処方された。バラの花びらを蒸留して得られるバラ水は、香粧品、食材、手洗いに使用された。アルコールを含有する蒸留物は、綿片に浸して火を吐くアントルメに使うことがあった。動物に詰め物をして調理し、再度装飾して、口にこの綿片を入れ、食卓に供する直前に添加した。アルコールを含有する生命の水を中世の医師は高く評価した。1309年にビラノバのアルナルドゥスは健康を長続きさせ、余分な体液を排出し、心臓に活力を与え若さを保つと記している。中世後期にはドイツ語圏をはじめ各地で密造酒の製造が始まった。13世紀にはハウスブラントワインに由来する自家燃焼の胃が普及し、これがブランデーの元になった。中世末期には蒸留酒の消費が一般大衆に浸透していたため、15世紀後期にはその生産、販売の規制が始まった。1496年にはニュルンベルク市が日曜日と公休日にアクアビットの販売を禁じた。胡椒の収穫。東方見聞録のフランス語版より、中世ヨーロッパで手に入る品のうちで、香辛料は最も贅沢なものの一つであり、黒胡椒シナモンクミンナツメグ生姜クローブがよく出回った。これらすべてはアジアアフリカから輸入されたため極めて高価になった。中世後期を通じて毎年西ヨーロッパに約1000トンの黒胡椒と1000トンのその他の香辛料が輸入されたと推計される。これらの商品には150万人分の穀物と同等の価値があった。最も普及していた香辛料は胡椒だったが、最も高価なものは鮮やかな気候色と香りを醸すサフランだった。今日では、ほとんど忘れられた、香辛料には、カルダモンの禁煙で中世北フランスの料理にまで見られたギニア胡椒のほか、ヒハツメース干渉クベバなどがある。砂糖は強とは違い、非常に高価なことと体液に与えるとされた性質から、香辛料の一種とみなされていた。セージマスタードパセリや、キャラウェイミントディルフェンネルなどは、ヨーロッパ全土で栽培され料理に使われた。アニスは、魚料理や、鶏肉料理の香り付けに使われ、酒は砂糖を絡めて、コンフィットという砂糖菓子として供された。マスタードは特に食肉製品によく用いられ、ヒルデガルト・フォン・ビンゲンは、貧者の食物と記している。地元で栽培されたハーブは廉価で、上流社会の料理にも使われたが、香辛料に次ぐ、副次的な調味料としてか、ただの彩りに使われただけらしい。中世の料理人が劣化した肉の味をごまかすために、黒胡椒などの香辛料をふんだんに使ったという話は、今日よくある思い違いである。中世の酒宴は、主人の財力と寛大さを見せびらかすための料理のイベントであり、貴族の多くが肉、魚、海産物の新鮮なものや、保存加工したものを各種並べたものであり、精進というにふさわしいほど高価な香辛料を安価な、腐りかけの肉に使うなどはとんちんかんな話であろう。デザートという語は古フランス語のデセルビに由来し、中世に始まる。中世のデザートは、ドラジェ、香辛料などを添加したワイン、熟成したチーズからなるものが典型的で、中世後期には、砂糖、蜂蜜シロップをかけた新鮮な果実や果実を煮詰めた、ペーストも加わった。いろいろなフリッター甘いクレープ甘いカスタードと、ダリオールアーモンドミルクや、ペーストリーに入れて焼いた卵などがあり、これには、果実、骨髄、魚が入ることもあった。ドイツ語圏では、パン生地に甘みや塩味の詰め物をして、油脂で揚げた菓子、クラップフェンがことに好まれた。いろいろな種類のマルチパンは、イタリアやフランス南部で1340年代までには知られているが、その起源はイスラム世界らしい。アングロイコールノルマン社会の料理本には、イチゴサクランボリンゴプラムを使った甘く風味の良い、カスタードポタージュソースタルトが満載されている。イングランドのシェフはまたバラや、匂いすみれ、庭とこの花びらを使うことを大変好んだ。初期のキッシュの形態は、14世紀のレシピ集、フォーム・オブ・カリーの中のチーズと卵黄をフィリングにした、トルト・ド・ブリーに見ることができる。北部フランスでは、イシュ・ド・ターブルには、多種多様なワッフルやウェファーをチーズと食べ、ヒポクラスか甘いマルムジーを飲んだ。生姜の砂糖に、コリアンダー・アニスの実、その他の香辛料が、エピスド・シャンブルとして供され、腹に、蓋をするため、消化促進用に食べられた。スペインのムスリム同様、シチリア島を征服したアラブ人は、様々な菓子とデザートを持ち込み、後に、これらが、ヨーロッパ各地に伝わった。モンペリエのように、シチリア島はかつてコンフィットやトローネというヌガーキャンディー、コンフェッティで有名だった。南方からアラブ人は後にシャーベットの原型となった氷化製造の技法とケーキやペーストリーを持ち込んだ。マルチパンスポンジケーキ、甘みをつけたリコッタで作るカッサタ・アッラ・シチリアーナの名は成形の際使うテラコッタのボールを意味するアラビア語のカサーに由来する。油脂で揚げてから冷ました、筒状のペストリーに甘みをつけた、リコッタチーズを詰めたカンノーロは、かつては、カッペッリ・ディ・トゥルキと呼ばれていた。中世では、ビーバーの尻尾は、魚のような性質を持ち、時の火でも食べることができると信じられていた。リブレでサンプラ・メディシーン、1480年頃、地中海沿岸の文化では、古代から、様々な種類の麦を中心とした穀物が料理の主役だった。ポリッジやグリュエル、そして後にはパンが主食となり、大部分の人のカロリー摂取の多くを占めていた。8世紀から11世紀にかけて、食事の中で穀物が占める割合は13から3、4にまで高まった。中世を通して穀物への依存度は高く、その傾向は、キリスト教の交流に伴い北方へも広がった。しかし冷涼な地域では、穀物は高価で手の届かない場合も多く、上流階級のものとされていた。生産式などの宗教儀式の中で、パインが中心的な役割を果たしていることから、食品の中でパインが特に高い地位を与えられていたことがわかる。他に、このような価値を持つ食品は、オリーブオイルとワインのみだったが、両方ともオリーブやブドウが栽培できる暖かい地域以外では非常に高価だった。生命と財産の象徴としてのパンの例をアウグスティヌスの説教に見出すことができる。ローマカトリック教会と東方正教会及び、それぞれが作成した暦は食習慣に大きく影響した。大多数のキリスト教徒は1年の3分の1の期間、肉の消費を禁じられ、卵や乳製品など魚を除くすべての動物性食品は、四旬節と、祭期間中の食用を禁じられた。さらに慣習として、全市民は、生産式に先立ち祭を行ったが、このような時は時に全日に及び、完全な禁欲を伴った。東西の教会はいずれも、祝祭と時を交互にすべきであると規定した。ヨーロッパのほぼ全域で水曜日、金曜日、時には、土曜日や、その他四旬節や、町公節などが、時の日だった。肉と、乳、チーズバター、卵などの動物性食品は許されず、魚だけが食された。時には肉体に禁欲を強いて魂を鼓舞し、肉体が精神よりも劣ったものだという中世の教義を強化し、キリストの犠牲が人類のためであったと想起させる狙いがあった。これは特定の食品が不浄というわけではなく、節制が国旗のための精神的収容であることを強調したものである。厳しい時の期間には食事の回数も1回に減らされた。ほとんどの人々がこのような規制に敬意を払い、これを破れば改悛していたとしても、抜け道はたくさんあった。ある研究者は、理想と実践の衝突を巧みに要約している。聖書を朗読しながら、修道女たちが静かな食事をとる。意思の疎通には手振りを用いる。ザ・ライフ・オブ・ブレスド・セイント・ヒューミリティの一場面。改悛時に、動物性食品は避けられたが、現実的な妥協がしばしば図られた。魚の定義はしばしばクジラ、カオジロガン、ニシツノメドリ、ビーバーなど水生、半水生動物まで拡張された。素材の選択は限られたにせよ、食前が質素だったわけではなかった。飲料や菓子の適度な摂取には、いかなる規制もなかった。上流階級の食卓は、肉食が禁止された日でも素晴らしかったに違いなく、肉、チーズ、卵の巧みな模倣品が並ぶ。幻想の食卓は人気があった。魚は鹿肉に見えるように型取りされ、卵の殻に魚卵とアーモンドミルクを詰め炭火で加熱して偽の卵が作られた。ビザンティウムの教会はこれに対し強硬な立場を取り、聖職者が料理に工夫を凝らさぬよう戒めたが、ローマ教会はこの点では柔軟な姿勢を見せた。厳しい時に対する姿勢の信徒の不満は尽きなかった。四旬節の期間中、王も学童も、平民も貴族も、皆自分の罪を真面目に陳詞する、長く辛い日々に肉を断たれる不満を表した。四旬節に、家畜の持ち主は、四旬節と魚の骨で、包囲されてイライラした、空腹の犬を見張るよう警告された。13世紀からは、より厳格に断食を解釈しようとする傾向が見られる。貴族は、断食日には肉を食べないようにしていたが、立派な食事をとった。魚がハムやベーコンに姿を変えて肉にとって変わり、アーモンドミルクが本物の乳の高価な代用品となり、卵は高価なスパイスで色と味が付けられた偽の卵だった。ベネディクト派修道会では、ある宴会の日には16皿ものコース料理が振る舞われ、その豊かさは、貴族の食卓をしのぐほどだった。時の免除がとても緩く定義された集団に対してしばしば適用される例があった。トマス・アクイナスは子供、高齢者、巡礼者、労働者、物乞いは時を免除されるべきだと考えていたが、うろよけのひさしがある貧者はこれに当てはまらないとした。修道会には断食の規制に関して、聖書の解釈に工夫を加える者がいたことが多く、記録されている。病人が断食から除外されていたので、断食の規制は食道にのみ適用されるという、見解がしばしば導き出され、修道士たちは、食堂ではなく後の面会室で断食日の食事を、とったりしていた。新任のカトリック修道会当局者は断食回避の問題を単に道徳的批判ばかりではなく、断食日に肉抜きの上質な食事を用意することで改めようとした。中世の社会は階層化され、階級により厳しく分断された世の中だった。飢饉が頻発し、社会的ヒエラルキーが容赦なく強化された時代において、食物は今日の先進国では匹敵するものがないほど重要な社会的ステータスの指標だった。通常、社会は3つの階級つまり、貴族、僧侶、労働者の大半を占める平民から構成されると考えられていた。階層間の関係には厳格な上下関係があり、貴族と僧侶は平民に対し、世俗的及び霊的な優越性を持つとされていた。貴族と僧侶の中にも、王、教皇から、公爵、主教そしてその配下の従者、牧師に至るまで、それぞれ多くの階層があった。一般に人はその生まれた階級に属し、支配階級の権威に従うことを求められていた。政治的な権力は、統治によってのみではなく、富を通じても示されるべきだと考えられていた。貴族は、異国の香辛料で味付けした新鮮な狩りの獲物の肉を洗練されたテーブルマナーで食することが当然と考えられていたし、肉体労働者はエチケットを心得ることは期待されておらず、ゴワゴワした大麦のパンと塩漬けの豚肉や豆で間に合わせるべきだとされていた。こういった考えは、イデオロギー的にも、政治的にも、あるいは食生活の規範という形でも強化されていた。貴族や地位の高い聖職者の食事は、経済的な豊かさの現れという以上に洗練された体の維持のために必要なものとされていた。貴族の消化器は、粗野な小作人や家来のそれより繊細でより上質な食物を必要とすると考えられていた。中世後期には、商人や貿易業者の一部が富を蓄え、中流階級を形成し、上流階級を模倣するようになった。それは、貴族と下層階級の象徴的な壁の一部が崩されることを意味した。これに対し二通りの反応が起きた。片方は階級にふさわしくない食事をとることによる危険を解く教訓話であり、もう片方は庶民の食事の豪華さに制限をかけようとする奢侈禁止令であった。中世の医学は、上流階級の健康や栄養の増進に関する考え方に大きな影響を与えた。食習慣、運動、適切な社会行動、裏付けのある医療などの生活様式は健康に至る道であり、あらゆる種類の食品は人の健康に影響を与える何らかの特性を持つとされた。ガレノスが提唱した四体液説は、古代後期から17世紀まで西洋医学に支配的な影響力を残し、どの食品も熱、冷と寒、湿の尺度で分類されていた。中世の学者は消化作用を調理と類似の作用であると考えた。腹の中の食物の変化は料理人が先に施した調理の続きであると見られていた。食物を適切に調理して栄養素がきちんと吸収されるように、正しい順序で腹を満たすのが重要だった。消化しやすい食品をはじめに摂取し、ついで徐々に腹持ちのいい料理に移行した。この養生法を軽んじると消化しにくい食物が腹の底に沈んで、消化管を塞ぎ、その結果食物がごくゆっくり消化され体の腐敗を生じ、胃の中に悪い体液を引き込むと思われていた。また性質が合わない食物を混ぜないことも極めて重要だった。食事の前に熱感性のアペリティフで腹を開くのが望ましいとされた。生姜キャラウェイアニスの実、フェンネルクミンなどの香辛料を砂糖や蜂蜜で、被覆した、糖化、ワイン、砂糖などを入れ栄養分を強化した、乳飲料などがこれに相当した。一度開いた腹は食事の終わりに消化が良いもので、閉じなければならないが、これにはドラジェ、ヒポクラスそれに熟成したチーズを出すのが普通だった。理想的な食事は消化しやすい果実で始まったらしい。次に出るのは、レタスキャベツスベリヒユハーブ類、湿性の果実、鶏やヤギの子などの、あっさりした、肉、ポタージュブイヨンなどであった。これに、豚肉や牛肉などの消化が遅い肉に、野菜や、西洋梨、それに栗など消化が遅いと思われる、喧嘩類が続いた。熟成したチーズや消化を助けるもので食事を終わらせるのが医師の勧めもあり、好まれた。最も理想的な食事は人間の体液に最も適合したものであり、言い換えれば温湿性のものであった。食物は切り刻み引き、潰し、こして文字通りすべての素材が混ぜ合わされるのが望ましかった。白ワインは赤ワインより冷え性であると考えられ、同じ対比が赤白の酢についても適用された。乳は中庸で温湿性であったが、別の動物では乳の性質も違うと考えられた。卵黄は温湿性だが卵白は冷湿性と考えられた。腕のいい料理人には体液医学に基づく養生法の適用が期待された。これにより食物の組み合わせに制限がかけられたにせよ、芸術的展開の余地はいくらでもあった。近世や現代の料理の特徴である郷土料理にあたるものは今日残る数少ない文献からははっきりしない。その代わり中世の料理には他民族との境界や後の国境が各地方の標準的な食事を特徴づける穀類や油に現れていた。土地による食物の違いはヨーロッパ各地の気候、政府、地域の習慣の違いによるところが大きかった。包括的な一般化は避けるべきだが、特定の食物が広まっていた地域は大まかには分かっている。ブリテン諸島、フランス北部、ネーデルラント、ドイツ5県、スカンジナビア、バルト海沿岸地域の気候は、ブドウやオリーブの栽培には寒すぎた。南部では貧富にかかわらず、ワインが一般的な飲み物だった。それに対して、北部ではビールが一般的で、ワインは高価な輸入品だった。現代一般的な種類とは異なるが、柑橘類やザクロは地中海沿岸で一般的だった。干しイチジクやデーツは北部にももたらされたが、料理に使われることは稀だった。オリーブオイルは地中海地方ではありふれた食材だったが、北部ではケシの実油、くるみ油、ヘーゼルナッツ油が手頃な代用品となった。黒死病が流行した時の著しい致死率の後、バターとラードが北ヨーロッパと北西ヨーロッパ、特にネーデルラントで大量に使われた。ヨーロッパ中の中流階級以上の料理にはアーモンドが普及し、卵や動物の乳の代用になるなど、用途の多いアーモンドミルクの形で使用された。ただし苦いビター種が現れたのはもっと後になってからであった。以下は英語のサイト。ありがとうございます。